うおー、また絶望的なタイミング。遠目に味方が見えますが、発電機修理とかくれんぼ中みたいですね。まあ、まだ1釣り目なので、時間に余裕はあります。どっしりと救助を待ちましょう。あ、誰かチェイス中ですね。味方が救助に向かってきてくれました。と思いきや、キラーに阻まれてしまったみたいですね。お、おい、どなたか助けて。踏ん張れ、踏ん張るんだ。仲間が助けに来てくれるまで、踏ん張って耐えるんだ。ああ、助けに来てくれた、我が友よ。よし、ここから、奇跡の大脱出からの発電機回しまくりからのだ。うおー、なんかいっぱい出てきた。赤い赤い、みんな逃げるんだ。あ、助けてくれるの？ありがとう、フラー。このまま、根性と気合と根性。こんにちは、ゆすきゆかりです。今回も、デッドバイデイライトをプレイしていきましょう。前回の講座では、サバイバーのプレイ映像をとりあえず抜粋して流しましたが、とても参考になったでしょ？さあ、そんな反響を受けて、今回もサバイバーとしてプレイをしていこうかと思います。前回は、詳しい解説らしい解説もできなかったので、今回こそは、サバイバーが何たるかを皆さんにお伝えしていきます。題して、我らの生き様をしかと見よう、デイビッド・キング編。はい、サバイバーもたくさんいるので、キャラごとの特徴も、きちんと、真面目に、エレガントに、解説していきます。サバイバーが、試合中に何をするのか、何を意識して動くものなのか、合わせて、キャラの紹介も詳しくトーク。さあ、デッドバイデイライトを始めて間もない、迷える子羊たちよ。脱目してみよう。さあ、命かけデスゲームの開始です。皆さん、いきなりですが、この最初のタイミングは、結構重要な場面です。このゲーム、試合をするマップの生成物について、発電機、板、建造物などの配置は、毎回ランダムです。一部マップ固有の生成物については、例外もありますが、何はともあれ、ゲーム開始直後は、軽くあたりを見渡し、どのような生成物がどこに存在しているかを、頭の中に入れておきましょう。あ、発電機発見。サバイバーが、このゲームから脱出するためには、発電機を5個修理する必要があります。ちなみに、左下にある発電機マークの横にある数字が、現状で必要な発電機修理個数です。サバイバーの勝利とは、このゲームから脱出すること。つまり、発電機の修理は最重要事項。じゃあ、速攻で修理しちゃおうぜ。は、あまりやらない方がいいです。なぜなら、鬼には、すべての発電機の場所が見えているからです。サバイバーは、発電機を修理する必要がある。鬼は、発電機の場所がわかる。つまり、鬼は、サバイバー見つけるための行動として、まずやるのが、発電機の巡回、というわけです。発電機を回っていれば、修理をしているサバイバーを発見できますからね。なので、サバイバーとしてプレイする際に、目の前の発電機を速攻で修理してしまうと、鬼と巡り合う可能性が高まってしまうのです。よし、一旦はこの発電機を回していきましょう。もし、左下の体力ゲージが半分になる手前まで、誰も救助に行かなかったら、私が救助に向かいます。あ、大丈夫そうですね。グッジョブです。では、発電機オン。さあ、ここで一つ注意点。発電機をつけると、その位置が鬼と味方全員に通知されます。なので、発電機をつけたら、一旦離れて近くの様子を伺いましょう。鬼がこちらに向かってくる可能性がとても高いので。こいつはハントレス。ちなみに女の子です。その特徴は、広範囲に聞こえる鼻歌となどの。あいたー！ああ、どこに逃げよう。あ、発電機修理中でしたか？ごめんなさい。通してください。チェイスが始まったことによる動揺で、覚えていた情報が全部飛んでしまった。とりあえず障害物をぐるぐるしつつ、板で時間稼ぎをしてからの逃げ切りや。あれ、何もないんですが。うおーおーおー、鬼さん来とるー。とりあえず回れ、回るんだデイビッド。からのデッドハード。説明しましょう。デッドハードとは、負傷中に使用可能なデイビッド・キングの固有パークであり、一定時間無敵状態で凄まじいスピードと共に走り抜けることができます。主に緊急回避的な使い方ができます。再使用には、一定時間の休憩が必要となるので、使用するタイミングは、慎重に見極めましょう。ちなみに、パークとは、サバイバーが装備できるスキルのことです。わはは、無敵のデッドハード様だぞ。恐れ、おののけ、あた。さあ、ついに釣られた1回目。絶対絶命かと思われたその時、金髪のチャンネルがレスキューに。ありがとう。そして、さらには消す黒いまで。ありがとう。そして、発電機を4台修理し終えた私たち。仲間が1人無念に持ちっていき、悲しみを背負いつつ、私は今日も戦う。さあ、発電機出すと1個。かましてやりましょう。あとヒット2。あ、それ。あとヒット2。
さあ、割と順調にここまで来ています。このまま何事もなく脱出したいですね。なんか鼻歌が聞こえてきました。オッフ。さあ、逃げろ、逃げるんだ。さっきはやられたか。今回はそうはいかん。先生のスーパーチェイススキルで、そのすかしたお面をヒーヒー言わせてやんせ。とりあえず、ジャングルジムの周りをぐるぐる。お、これはもしや見失ってる。やっぱり見つかっとるー。お、お。逆サイドから来てますね。あかん、一直線の場所はあかん。あっぶねー。ハントリスとチェイスするときは、投げ斧に注意。左右に揺れるように逃げるべし。揺れろ、揺れるんだデイビッド。クオー。あ、手持ち斧に切り替えおった。はいはー。しまった、逃げる方向を間違えた。こっちは、壁がある方向なので相手を巻きづらいです。やっぱりダメですね。くっ。横にスライド。危ない。よし、板がある。ここで勝負を決めましょう。ふはは、これでも食らえ。へいへい。へいへい。お、お。へいへい。へいへい。ふはは、ようやく板を割りましたね。このまま華麗なタットを決めつつ、軽やかなステップであなた。気を落とすことはない。惜しい。惜しかった。どんまいどんまい。気持ちを切り替えて、次こそは華麗なプレイングでキラーのアンチクショーをゲムに巻いてあげましょう。ひぃー、許して見つけないで。ハイズリ放置の仲間があと一人、ここで祈っていれば、ハッチ脱出の希望が見えてくる。あ、なんやこのカラス。やめてー、私の頭上を飛ばしてー。いやー、おー、落ち着け落ち着くんだ。もうハッチは開いている。この変態マスク面を華麗に。あ。あー、そこにハッチあるし、もう少しだったのに。何しとんねん。